はい、日本製造監督の松本です。ある、本にですね、人類は 何で滅びるのかというふうな、問いかけがありまして、でその著者は、メディアで滅びるんじゃないかというふうにこう言ってました。メディアというものは人を生かすこともできるし殺すこともできるというふうなことをこう、書いてまして、なんか改めてこう僕たちも、ある種こう映画というメディアを生み出す側の人間だと思いますので、メディアというものを生み出す側の人間として一度こう、取り組まないといけないテーマかなというふうに思って作った作品となっております。ぜひご覧いただけると嬉しいです。この近くで殺人事件、その辺で焼死体で発見されたんだってよ。こいつが犯人だってよ。まだ逮捕されてねえみたいだろ。いや、俺こいつ知ってますよ。警察もまだ居場所をつかめてないみたいなんです。何でもかんでも首ちょん切って殺して遊んでたんだって。ルイジ、あの事件何人知ってんの？もっとこう残酷な話聞きたいんでね、ネタになるですね。死刑になればいいのか、ママスコン田中は。今回はさ、もっとビックなネタないかなと思って。何かだよ、知ってるの？知らねえんだって。俺ら嘘もついてねえしさ。いや、犯人でもねえから。強烈。お前も俺がやってたと思ってんのか。教えてくれよ、あの時実際何が起きてたのか。何かだよ。